の夏の9日目ですね、火曜日、明日が丸の誕生日、明後日ルアウですね、もう早いですね、なんかね、よいしょ、はい、明日は美しく晴れた一日になるでしょう、はい、今日は精霊たちの機嫌がいいみたいですね、少しだけ運勢が良くなるでしょう、ほら、どうしようかな、今日はね、コーヒー飲んで。よし。何持ってる？キノコだけなんで持ってるんだ、これ。拾ったのか。もう入れとこう、ここに。どうしようかな。音声、いいんですよね。ちょっと一回りしちゃいますけど。お金も特に、まあ今のところね、困ってることはないんですけど。おいいぞ、猫マオ、猫マウス、いいぞ。トリュフ。はいですね。アプリの調子が悪いのか、あ、なんかね、そういうふうに、昨日もそういうふうに言って、こっちの問題かと思ってましたみたいなこと言われたんですけど、なんか、お腹大量だな。よし。すんませんね、本当にね。トリュフ。これ1個残しとこうかな。紫だしね。もうね、最終レベルが、この間、前回で、10になりましたんでね。これで、拾ったアイテムは常に、最高レベル。はい。これ紫の星がつくようになりましたね。はい。作物、育てた作物は変わらないんですけど、落ちてるアイテムですね。は、紫になりました。これでね、在庫圧迫することがなくなるので、だいぶ楽になりますね。よし。メロンと、もうちょっとですね、収穫はね、13日かかるんで。これは？こう、あ、これ1個生えてるな。よし。これも、じゃあちょっと、いくつになるか。うん。で、なんかなんていうのかな、ネタバレとかが嫌で、こう、コメントね、あまりもらいたくないゲームとかも、中にはね、あるんですけど、そういう時はね、大体僕は、録画でやりますんで、はい。ライブしてる時にコメント消すってことは多分ないと思いますんでね。はい。これで、いいかな。スターフルーツの種。どうしよう。何しようかな。鉱山行くぐらいしか。今日やることないな、全然。何もないし、釣りもまあまあ言うても全部釣れたんですよね。ちゃうわ。何しようと思ったんだ。これか。魚ね。あと、もうこんだけなんですよ。1、2、3、4、5匹だけなんですね。こんばんは。録画から来ました。あ、いらっしゃいませ。風猫さんでいいんですかね。よろしくお願いします。ゆっくりね、見ていってください。録画ももうね、昨日で69話ありますんでね。かなりの膨大な量ですよね。最初の頃の話とかね、忘れちゃってますよね。よいしょ。どうしよう。釣りか。溶岩うなぎ釣りに行きますか、じゃあ。まあ、でも最近釣りばっかりしてるしな。誰かあげた方がいいやつ。魔術師。マーニー。火曜日。どっちがいいですか？溶岩うなぎに行くか、鉱山に行くか。迷った時はリスナーさんに委ねるという。よいしょ。はい、ちょっと整理しとこう。
トリュフ、そうですね、これを1個残しといて、こっちの普通のやつはもういっちゃいましょうか。まだ20までしか見れてない。あ、もうね、結構な量だと思うんで、全部見ようと思ったら40時間ぐらいかかると思うんでね無理せずゆっくりね見てください。はい、3日間で全部見ましたっていう人もいましたけどね、前ね。よいしょ。ひたすら牧場の整備でもいいですけどね。うん、サンディのところに行ってこようかな。クロッカスと、まあもう一回鉱山行きましょうか。運勢いいのでね、せっかく。ボンラケと、爆弾爆弾。イリジウムがもうちょっとだけ欲しいんですよね。今10個でしょう。あと5本分ぐらいは欲しいのでね。ドワーフのとこついでに寄っていこう。こんなもんでいいかな。安眠ボイスのせいでいつも寝はもうね、眠りの皆様を眠りの世界にね、いざないたらね、もうそれが狙いですんで、はい。斧を、斧も預けてきちゃいましょうか。もうね、お金あるときにやれることやっとこう。うん、で、爆弾と鉱山、鉱山行きましょうか。よし、すごい一斉にミミズができたな。うん、パンもまだ来てないね。よし、ペリカンタウン行きましょうか。斧ね、道具アップグレード、斧をお願いします。はい、パースニップも上げときましょう。鉱山ね、人参洞窟人参ブリュレのラム缶、すごいね。あ、水熊さん、こんばんは、いらっしゃいませ。なんだ、ボーム、また10個ぐらい買っときます。これでいいか。ちょっと2列目に変わっちゃったな、これ。エリクサー、またちょっとね、洞窟の方に行きましょう。もうちょっとでね、もうなんていうのかな、いろんな作業から解放されて悠々自適と暮らせる生活がね待ってると思うんですけど、もうちょっとですね。金がありますね。あんまり出なさそう。ちょっとこの辺使うか。はしご出てないな。おいで、逃げろ。もうよし、あ、やっと出た。
リジウム鉱石があと、5本分ぐらい、ね、欲しいんで。あ、いっぱい来たぞ。ちょっとなんだこれ。よし。何も出なかったね。スライム倒したけど。これ1個食べとこうか。うなぎはね、足が速くなるんでね、便利ですよね。あ、いきなりはしご来た。もう潜っちゃいましょうか。鉄この辺はしご来たね。ちょっとスライムだけ倒しとこう。よし。以前はね、レゴワールドっていうゲームをしてたんですけど、その動画の再生数がね、すごい一番多かったんで、最近はもうこっちですね、スタディオバレーの方が伸びてますね。まあ、なんていうのかな、のんびり見れるゲームだと思うんで、そこがいいのかもしれないですね。その人のスタディオバレーの放送も結構見たりしますんでね、こう人の個性が結構出るんで面白いですよね。よし、7階。まだなんか穴が全然ないね。よし、潜っちゃおう。やっぱ日本ではね、なんていうのかな、プレステでもできるゲームの方がなんかよく見られる感じがしますね。なんかパソコンだけでしかできないゲームより、まあ例外もありますけどね。プレステ版もあるゲームの方がなんかよく見られる感じします。石ばっかりだな。あ、橋があった。もうどんどん潜っていく。ちょっと階段し、はしごしかないから。全然だね。また10階段。よし。しご。よし、来た。うん。スライム、スライム。11階だもんね。もうどんどんこれぐらいだと潜っていった方がいいです。よいしょ、いいかな。あ、こんばんは。相変わらず声、あ、ありがとうございます。僕のね、環境上ね、あんまり大きな声出せないんですよね。はい。で、なんか、ゲーム実況を始めようみたいなね、ページとか見るとね、声はしっかり張って、大きな声で話しましょうみたいな書いてあるんですけど、僕ちょっと環境上それができないので、ね、よし、潜る。うん。あんまり力、逆に力入れずに喋ってるんですけど。でなるべくマイクで声拾うようにして、はい、やってるんですけどね。それが逆にいいのかもしれないです。わかんないですけどね。なんか割と何ていうのかな、声は疲れないですね。喉は疲れないですね。よいしょ、もうちょっと弱ってきたな、体力。
ない、あ、出た、よし。もうどんどん潜っていきたいけど、全然穴がないですね、今日。橋がばっかりだ。よし、石炭を取るぞ。ギが来る。まあ、いい爆弾がいっぱい取れる。よし、はしご出た。いっちゃいましょう。18回でしょ。結構潜った感じするんですけど、全然ですね今日。よし、ちょっと紫キノコ貴重なんで取っときましょう。ね、はしごばっかりですね、ほんとね。鉱石ないかな。あ、マノンさん、こんばんは、いらっしゃいませ。よいしょ。すいません、なんかコメントが多分、昨日、おとといできなかったみたいで。よいしょ。7回分、やっと穴が開きましたね。なんかライブチャットを有効にするっていうチェックがね、外れてました。落下してさらに、あ、違うか、なんかやおかしかったな。ちょっと、もう一回食べようか、うなぎ。なんか勝手にね変わってたんでね、全然ちょっと気づくの遅れちゃいましたね。よし、うん、27回。もうそろそろ出てもいい頃ですけどね、リジウム鉱石。よいしょ。体力が落ちてきた。食べようか。死後はね、サクサク見つかるんですけど、イリジウムがなかなかですね、今日。まあ、前回もそんな感じでしたけど。うん。何時だよ、7時、もう8時か。3年目になるとね、あのイリジウム自体もいらなくなるんで、鉱石、あ、鉱石じゃない、洞窟に来ることもなんかだいぶ減りますよね。なんか本当に散歩に来るみたいな感じになっちゃいます。体力が、ダイヤモンドが手に入った。エリクサー飲んどく。
出ないですね。こっちか。こっちの方が多そうだな。鉱石。はしごを当てる。イリジウムいくつ持ってんだ今日。まだ9個ですもんね。2本分。延べ棒2本分しか手に入ってない。よいしょ。もう1匹来る。うん、あ、あった。よしよしよし。やっとですね。30回。お、そして穴が。鉱脈とかがあるとね、いいですけどね。はしごもあるけど。鉄だけちょっと取っていこう。落ちろ、落ちろ。よし。4回分。37回。うん。スライムいっぱいだぞ。囲まれる、囲まれる。スライムもね、結構なんていうのかな、戦い方間違えると結構強敵ですよね。このバラバラになっちゃうとね、厄介。もういいかな、この回は。あ、ないね。銅ぐらいしかないね。潜りましょう。11時か。あ、もうミイラいっぱいいるし、使っちゃう。はい。あ、一匹死ななかったな。まあいいわ。よし、ちょっとうなぎ食べよう。これで、ミイラいっぱいだね。駆除。もうあるんだ、ここに。39回。結構来ました。おお、出てきた、出てきた。お、来た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 。よし。ギリギリ。いいぞ。よし。ここのぐらいまでやっぱ潜らないと、こう、出てこないですね、こういうのね。でももう時間結構際どい。もう1回ぐらい行けたらいいんですけど。ないね。爆弾置いちゃおう。はしご。よし、来た。よし。この回ぐらいで終わりですね。はい、もうじゃあ適当にちょっと爆弾置いちゃおう。もう来たね。イリジウム 1個今出てきたね。まあいいかな、これぐらいですね。石炭。よし、帰ろう。ちょっと余裕を持ってね、今日は出ましょう。といってももう1時ですけど。よし。今日は40分コースですかね。よし。ね、40分コースでした。うん。はい。トリュフ1個で600ですからね。結構いい値段ですね。しかもこの、なんていうの？一番何も星ついてないやつでそれですから。結構深いところまで行かないとイリジウム出ません。そうなんですね。10回潜るごとにちょっとずつ確率が上がっていくんですね。だから、まあ30回、40回ぐらいまで行かないと普通にイリジウム鉱石自体がもう出てこないですね。はい。今日は、丸の誕生日ですね。だからもうね、低層階っていうのから20回ぐらいまではもう全部、なんていうの、フロア全部見て回るよりも、もうはしごが見つかったらすぐパッと降りる方が賢いですね。
あ、明日は快晴になりそうです。まさにルアウパーティーにはうってつけですね。当日イベントは浜辺で、お、うん、これ去年も指摘した気がします午前9時から、午後2時まで開催されます。どうか遅れずに。そうですね、ね、この役がなんかこの辺もなんかすごいもやっとしないですか。この午前9なんていうの、00まで書いて時ってかなんかね、なんかもやっとしますよね。はい、では、コーラ飲みましょう。毎日コーラ飲んでて、飲んでるとこんなね青い顔色になりますんでね。コーヒーは今日は丸の誕生日なんで、このコンボいらないや。あ、結構取れましたね。でも20個取れたんで4本分延べ棒。あ、サンディ会いに来るの忘れたいろいろ忘れちゃいますね。よし、洞窟人参と紫キノコは入れとこうか。これとなんか手紙来てる。ルアウ、ルアウか、違う。よし、ああ、君が地元の一員になってくれて本当に嬉しいよ。君の仕事の助けになるよう、スタディオバレー農業基金から500ゴールド分の小切手、うん、を同封しておく。どうか種を買う足しにでもしてくれ。それではルイス町長より。500ゴールドってどれぐらいの価値なんでしょうね。これね、うん、なんか比較対象が、あ、もう一個来てる。これはルアウのあれですね。はい、州の知事も参加するから。よし。あ、もう医者入らないわ。ちょっと待って。ラビットフット。出しとくものは出しとこうか。この辺ね、床とか。これねんど、まあ、こんなもんでいいか。石結構たまりましたね、やっぱりね。あ、熊の小ハニーさん、こんばんは、いらっしゃいませ。よし、こっちに入れとこうか。で、水曜日でしょ。こんだけでいいかな。これジオード結構たまりましたね。まあ明日ルアウ、ルアウか。また変、ちょっとタイミング悪い時に斧預けちゃいましたね。あさって持っていかないといけない。爆弾戻して、よし、まあ、こんなもんでいいでしょう。丸のところに行かないといけないから、電池持っていくでしょ。あとは、どうしようかな。魔術師のところにでも行ってきましょうか。一個、なんだっけ。ジュニモの、なんか施設ありますよね。あれ一個建ててみましょうか。ね、せっかくなんで。ターフルーツと何がいったかな。繊維がいったような気がする。繊維と録画の方に戻ります。あ、了解しました追いつい頑張って追いついてください、ね、はい。何がいったかな。石だったっけ。スターフルーツぐらい。これどっちかいったような気がしたんだけど、ちょっとこれとこれ両方持っていこう。うん、で、これは入れとくでしょう。まあこんなもんでいいかな。よし、じゃちょっとコーヒーを刈り取りして、
外でホップもできる感じ。11日でしたよね、確かね、最初。で、ちょっと動物のとこも行っていこうか、ついで。よし。はい。ちょっと、牧草も減ってきてるな、やっぱりな。ちょっと植えないといけないね。雨の日が多くなると、また回復してくると思うんですけど。よし、卵。3日分ぐらい溜まってるな、多分。よし。いいですね。マヨネーズもいっぱいあって。こんだけかな。よし。コーヒーが切れた。はい。あと音質もちょっと見ていこうか。またここは大丈夫だね。古代のね、種を増やしたいんですけど、なかなか最初はね、もうじわ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 増やしていくしかないですね。よし、じゃあちょっと魔術師のところ行っていきましょう。あ、違うわ、スターフルーツがいるね、忘れた。ジュニモがね、勝手に収穫してくれるんですね。9個だったかな、8個だったかな、その施設があるとね。ただたまにサボるんでね、確実ではないんですよね、あれね。便利なんですけど、うまく使えば、だいぶなんていうのか、手間が省けるんですけどね、収穫する手間が。とりあえずこれあげときましょう。はい。今日はもう魔術師にプレゼント。精霊の言葉を理解するのに、数年の研究が必要となる。まあ、逆に言うたらでも数年でいけるんですね。よいしょ。はじめましての初コメです。いつも参考にしながらして、ありがとうございます。ちょっと読み方がわからないです。天目一家さんですかね。ちょっとわかんないです。読み方もしあれだったら教えていただいたら。よし。これでね、ジュニモ小屋。これ建てましょうか、1個。小屋の周りの作物をジュニモが、収穫してくれる、うん。どこに作りましょう。この小屋からだいたい8マス分ぐらいを収穫してくれるんですね、勝手に。うん。まあこういう真ん中にね、ドンと置くと全部やってくれるんですけど、こういうところね。うん。あんまりね、それよりはなんか端っこの方に置いといて、ちょこちょこ動いてるのを見る方がなんか僕は個人的に好きなんで、なんかこの辺にね、こうポンと置いとくくらいがいいかなっていう感じ。どっかいい場所ありますかね。ここ何も立ってないし、ここら辺置いときましょうか。ね、いいかな、この辺にしよっかな。か、ここを置ける？ 1、2、3。ああ、ここは無理か。1があるから。どっかいい場所あるかな。まあ、この辺に置いときましょうか。ね、よし。お、一発で立てるんだ、これは。ちょっと高いですけど、2万かかりますけど。はい、便利ですよ、なかなか。スターフルーツがいるんでね、これ、計画的に収穫しとくと、作れるようになったらすぐパッと作れますね。あとは石と繊維なんで。最終目標はこれですかね、金時計、1000万。うん、ちょっとゼロの数がね、ちょっとおかしいことになってますけど。天目一個さんですね。よく待ち、ありがとうございます。ね、なるべく覚えておくようにしますんで。またよろしくお願いします。よし。
天目一個さん。では、次は丸の誕生日なんで丸のところに行きましょう。よし。ここにいるかな。この辺に結構座ってるよね、丸ね。ケントがいるぞ。うん。え、こいつは嬉しいプレゼントだ。ありがとう。何してるんだろうね、ケントね。帰ってきてね。ずっと休暇なのかな、この人。よし。丸いないな。こっちかな。この辺もいない。水曜日はハービー先生休みだよね。だからいないんだよね。ファースニップ。ハービー先生は、コーヒーでいいので。どうぞどうぞ。素敵なプレゼントだね。ありがとう。あれ、こっち渡した今。あれ、どっち渡した。カーソルここにあったから、もしかしたら根菜盛りをあげちゃったような気がする、うん。これよくあるね。ミスなんで。皆さんね、気をつけてください。この例えばこうやってコーヒーを渡すつもりがここにカーソルがあるとこっちのカーソルの方が優先されるんですね。で根菜盛りを渡しちゃうっていう、ね、よいしょ。ハービーでしょ。丸がいないな。部屋にいるかな。電池ね。誕生日プレゼント電池っていうのも面白いけど。親切にどうもありがとう。急に蒸し暑くなったと思うのは私だけ、うん、多分思い過ごしかな。どっちやねんっていうね、はい、今日は、ディメテルイスがいないですね。よいしょ。まあロビンさんもね、はい、お店家具なんか新しいの売ってないかな。あ、今日はこればっかりですね。バーチ材のテーブル、サイドテーブル、占い師のテーブル、樽の焚き火台、レシピ買っときましょうか。もうね、お金には余裕がありますんでどんどん買っていきます。ちょっとこの占い師のテーブルあたり買っときましょう。サイドテーブルって、え、これ大きさ違うね、全部。テーブル、テーブル、サイドテーブル。ちょっとその違いを知りたいですね。ちょっと見つかっちゃいますよ。まあ、ベンチとかね、椅子はまあいいけど。はい。また今日も無駄遣いしてしまいました。ライナスのところも行ってこようかな。よいしょ。あ、いないぞ。どこ、どこにいるライナス。ここに、たまにここにいますけどね。いないな。温泉かな。ぶどうとか、あ、ここにいた方がいい。はい。素晴らしいプレゼントをありがとう。ああ、夏か。夏の日差しは缶を温めてくれる。サバイバルしてますね。そのおかげで夜は温かい食事が食べられそうだ。私も2年目ですが、釣りがど下手なので、釣りレベルが全く上がりません。うちの差うまくて羨ましい。釣りですか？釣りはね、カニ取りかごを、大量に設置するとね、レベル上がりやすいですよ。あれでも釣りの経験値入るんでね。はい。で、レベル上がっていくと、だんだん釣りの緑のバーが伸びていくんで、釣りやすくなっていきますね。だからちょっと、まあ、難しいですけど、確かにね、釣り、ちょっとコツいりますけど、先にね、レベルをがっつり上げてしまうっていうのも手ですね。うん、あとね、まあ、難しいやつはもう本当に、何やっても難しいですけどね。伝説の魚とか。
まあちょっと頑張ってみてください。カニ鳥かごね。もうウィリーのところでね、お金があればもう買えますんでね、作ってもいいですけど。もうがっつり買い込んで、もう海に並べとくといいですよ。これはもうあといいかな。ぶどう、拾っとくか。ちょっと通りにくそうだし。よし。丸が散歩してるな。上手にね、お金の力を使ってください。いろいろと。うん。町長、マーニーと仲良くなりたいなら牧場主のランチをあげれば間違いないよ。これを渡せば彼女は喜ぶこと間違いなしだよ。何俺は彼女の全てを知っている的な発言ですか、これ。なんか黒いな、黒い世界だな。あ、ガスのイベントですかね、これ。なんか困ってはるね。いや、君か、こんにちは。うん。はあ、いや、先月の売り上げをチェックしてたんだけどね、どうもあんまり良くないんだ、ジノス。うん。最悪なことに友達を悪く言いたくないが、原因の一つはパムなんだ。もう何週間も月を払ってくれないんだよ。これ、え、前もありませんでしたっけ、このイベント。なんか、一回やったかな、これ放送忘れたかな。だけど払ってくれとは言えなくてね、言ったところで向きになるだろうし、彼女の気分を害したくもないだろうしな。うん。なんちのいいアイデアはないかな。来た。ファム来た。よう。これでもこの、なんていうの、映像差し替えてるんでね、割と優しい顔になってますけど、元のそのデフォルトの、ま、パムの画像、怖いですね、結構ね。怒った顔とか特にね。ペニーと親子喧嘩してる時の顔とか、ね、めちゃくちゃ怖いですよね。はい、ガス、全く喉が渇いちまったよ。いつもの遅れ。うん、ああ、わかったよ、パン。ちの、一体何があったんだよ。貯めたつけ、今すぐ払ってよ。お店がうまくいってないんだ。お金のことで、まあ、はっきりね、これは言っちゃいましょう。今すぐ払ってよ。ちょっとは口には気をつけなかった。ほら、怒ってる。怖。私は誰の指図も受けないんだよ。好感度表示されてなくね。好感度ですか。なんか、え、どのやつですかね。うん。うん。はあ、そうさね。どうやら月を払った方が良さそうだ。おう。パムありがとう。なんかこの、なんていうの？この辺、右下の方に出てくる星のやつですか。よいしょ。あれ、なんか出るときと出ないときありますね。パムお酒を取ってくるよ。うん。結局飲むんだっていう。誰もいないな。町長から一応寄付をね、いただきましたけど、500ゴールド寄付いただきましたけどね。だいたい、ピザと、ピザ1枚とビール1杯の間ですね。まあ、うん。言ったら500円ぐらいですよね、多分ね。500円ぐらいの寄付をいただきました。はい、町長からね。そういうことか。やっぱそれぐらいの値段だな。ケチだな。よし。まあ、ぶどうのこの紫が手に入ったんで、ヴィンセントにプレゼントしときましょうか。エミリーに書いた。家にはいないかな？まだ遊んでるかな？遊んでるね。今日はね、もう特にやることも
やらないといけないこともそんなにないので、のんびりとね、ブラブラしましょう。あ、いたいた。これですよ。右下の、なんていうの？赤い丸がぴょこぴょこ動いてるやつのことかな。結婚してるの？結婚はね、まだしてないですね。のんびりやってます。はい。よし。プレゼント大好き、ありがとう。うん、この最終レベルがね、マックスになると、この拾ったアイテムが全部この星になるんで、紫の星になるんで、ね、これがね、すごい助かります。よし。ここもいいし、クリントのところも、まあ明日行くしな。いいでしょう。ちなみに、好感度はね、こんな感じです。ライナスももう満タンになりましたね。エミリーとペニーとマルとシェーン、セバスチャン、ヘイリー。結構いっぱいになってきてるな。あとこの辺こんな感じ。うん。次は、まあ、サムとリアあたりをちょっとずつ、アビゲイルか、攻略していきましょうかね。まあ、明日、ルアウがあるので、あれでもまた好感度上がりますよね。ハービーあんまり上がってないね、思ったより。ちょっとコーヒーをもっと見つかないといけないな。ケント、エリオット。エリオットちょっと下がったか。4つあったのにね。ちょっとあんまり話しかけてないから。サンディー。ね、ここもまめに通わないといけないね。うん。あとアレックスね。アレックス難しいんだよな。誰と攻略するの？まだそこはね、決めてないですね。結婚ですか？うん。うん。またね、じっくり、いろんな人のね、性格を見極めていこうと思います。はい、スイートピーでよかったっけ？なんか、ダメだった気がするな。どうしよう。これよかったっけ？ダメだったかな？開けよう。お、よかったよかった。はい。水星がダメだったっけ。種まきから収穫まで作物の成長する様を追っていくのは素晴らしいものだろうね。うん、まるで君の魂が作物に宿る感じだ。うん、まあ、小説家って言ったらなんかそういう表現になっちゃうんでしょうかね。よし。帽子屋さんでも行きましょうか。帽子もね、もう買い占めちゃいましょう。もうとことん散財していきますよ。はい、よし。よし。帽子屋。いくつある？あ、思ったより結構あった。全部買えるかな。あ、つか全部持てるかどうかわかんないね。ちょっとかわいい。持ってなかったようなやつで買っちゃいましょう。ラッキーリボン。これ持ってない。持ってない。蝶ネクタイ。ネズミ。ティアラ。これ持ってるね。耳当て買って、トロピカル。ティーチ。あと一個。あ、全部買えないな。水玉リボンとか買っちゃいますか？カチューシャ。こんだけですね。よし。買ったやつ。ああ、もう出てくるんだね。何を持ってるか覚えとかないといけないね。一旦家に帰りましょうか。アビゲイルはカボチャがいいですよ。ピール夫妻にはとりあえずコーヒー行く。おうほう。米国版と絵の差が、あ、これね、絵はね、差し替えてますね。配布されてるやつで差し替えてます。アビゲイルはカボチャ。うん。ピール夫妻にはとりあえずコーヒー。そうですね。まあ、じわじわね、開けていきます。あの一家がだからあんまり
遊びに行ってないってことですよね、あそこにね。多分よし、帰ってまいりました。もう別にすることないよね。ここもないもんね。よし。あとまあこの辺ちょっと増強してもいいかもしれないけど。ちょっと荷物をとりあえず整理しよう。はい。これと石と入れるやつ入れときましょうか。ここにこっちか、これ入れて、アスターフルーツがあるのか、木持って。辺まあいらないか。ちょっと帽子と家具入れをちょっと分けときましょうか。あ、チェスト1個作って、ここに置いとこうかな。帽子は何色にしとこう。あんま使ってないこの辺の色にしときましょうか。はい、自分の土地紹介して、まあ配信で見ていただいたら、そのね、こんな感じっていうのを分かっていただいたらいいと思います。なんかこういちいちこうね、なんていうのかな、回っていくのもなんかわざとらしい感じがするので。はい、よいしょ。あ、じゃあ帽子をこっちに入れようか。よしよしよし。帽子、これでしょう、これでしょう。家具をここに入れようか。テーブル、ちょっといっぺん並べてみましょうか、あとね。よし。人妻と結婚はできるんですか？なんかモッドはあるらしいですよ。パムと結婚できるモッドはあるらしいですね。デフォルトではできないですけど、それあるとね、もっと面白いと思うんですけどね。はあ、プシュケさんですかね。いらっしゃいませね。もし結婚できるとしたら誰がいいですか、人妻。ね、結構、なんていうのかな。ロビンとかね、マーニーとかね、いいですよね、割とね。いいっていうか、なんていうのか、魅力的だと思うんですけどね。略奪愛とか、いいかもしれない。よし。これで、これが、占い師のテーブルでしょ？ちょっと順番に置いてみましょうか。これさ、あ、ちっちゃいんだ、こんだけ。これ四角いテーブルだね。あ、ちょっと。で、ちょっと、コーヒー置いてみますね。あ、置ける。全部置ける。これ、もう一個置けない。こんな感じですね。サイズ。これだけちょっとちっちゃいね。なるほど。取れない。よし。あ、違う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 。ちょっと操作が。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ん？ん？よし。OK、よし。こう、押し取れた。確か村長とマーニーの不倫疑惑イベントあったよね。そうですね。ちゃんと、ありますよ。過去の配信で探していただいたらね、目撃してるシーンがありますね。よいしょ。
さ、まあ、入れときましょう。このテーブルとかなんか使えそうですね。なんかね、儀式の祭壇とかちょっと作ってみたい感じ。うん。よし、ちょっと整理して、料理はここに入れて、こんなもんかな。もう結構暗くなっちゃいましたね。うん、うん、まあざっと一回りするとこんな感じ、うん、ですね。この辺が、牧場エリアで、大きな畑がここに、あ、これがさっき作った授乳もの授乳も小屋ですかね、はあ、でこの近くに収穫できるアイテム、うん、野菜とかがあると、ここからね、ジュニモがわらわら出てきて、で、ここにあのインベントリーがあるんでね、ここに収穫してくれるんですね。これ何これ？あ、ストップできるようになったんだ、これ。知らなかったな。こんな機能ついたんですね。よいしょ。まあ、ちょっとね、もうちょっとしたらメロンがなるんで、収穫の時ちょっと動いてる様子をね、映せたらと思いますね。うん。まあこんなもんですね。よし。よいしょ。あ、もう結構いい時間だな。では今日はね、もう寝ちゃいます。よし。はい。それではね、今日のところはこれでおしまいにしておきます。またね、続きやっていきますので、よかったらね、見に来てください。ジョディさんと結ばれた。ぜひ、モッドをね、探してみてください。ジョディと。もし、見つけたらお伝えしますんでね。はい。僕もね、ちょっと探してみます。じゃあ。はい、じゃあまたね、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。